3つ目なんですけど、第3条、人の真似っていうのをしないと。で、本質から考えるってことをいつもやってます。で、4つ目なんですけど、第4条、交渉の達人になると。3つ目なんですけど、第3条、人の真似っていうのをしないと。で、本質から考えるってことをいつもやってます。まあ、みんなってうまくいってるものを完コピしようとするんですよ。だけどこれこそがなんか対価の始まりっていうか、だから私のトレードとかも完コピをしようとするのはいいんですけど、時間、前提、与えられてるもの、性格全部違うから、その勉強はしますよ。私もトップの事例とか企業分析とかめっちゃしますから。そして使えるって、自分の性格に合うっていうものを取り入れるんですけど、その時にそのとにかくビジネスとかも人の真似をしないっていうことなんですよ。業界とかで言うと販売ページをみんながコピーし合ったりとか、みんなが参考にして動画の作り方がなんとかとか言ってるんですよ、ネット業界では。私はその少なくともこの情報業界の人たちのことを見てないんですね、もうこの2年間そんなことやんなくていいと思ってて、そうすると退化するって思ってるんですよ。どんぐりの背比べっていうか、 BNF さんも他の人から影響を受けたくないって言ったように、短期トレードとかって人の真似のトレードをするっていうよりは、その値動きっていうのが全てじゃないですか。だってそれが全部結局投資家の意思決定なわけですから、そこからどういうふうな特徴があるのかっていう本質を考えた方がいいと思いませんか。人の真似をしようとするんですよ。ビジネスでいうとベンチマークっていう言葉とかがあって、それをなんかなぞるような感じで猿真似をするんですけど、これって結局通常しないですよ。最初形を作るとかっていう時には真似から入るっていうのはあるんですけど、その上のフェーズっていうのはもう真似なんてやってたらとてもじゃないけど一流になれないので、全部本質から考えて自分オリジナルっていうか、自分のバックグラウンド、背景、性格に合ったことをやっていかないといけないんでね。まあ、私がその日本にいて同じようなことやってたら、もう私はただのゴミくずだと思いますよ。埋もれてる敗軍の将というか、負け軍のトップですよ。だけどやっぱそこからシンガポール、ドバイってきて、だからこそ自分の存在価値っていうのもあるわけですよね。そういう人の真似をするんじゃなくて、本質から考えて自分オリジナルのことをやっていくからね、これは覚えておいた方がいいです。いつも大事にしてます。私はいつも先駆者なんです。なんで先駆者でみんなが私のことを真似するかっていうと、私はいつも真似される 対象なんですよ。いい意味でも悪い意味でもなんですけど、それは先駆者だから。先駆者は何をやってるかっていうと、誰かの、追随真似をするんじゃなくて、参考事例から自分が使えるっていうものは取り入れますけど、結局9割は全部自分で考えてるっていうところがあります。本質から考えるっていうのが一番重要なんですよ。これ思考力ですよね、はい。で、4つ目なんですけど、第4条、交渉の達人になると。人を魅了するっていうところにもかな関わるんですけど、話をまとめるっていうことなんですよ。言ったら全部、私は、ドバイに来ての最初の目的はドバイ不動産大手と全部独占エージェント契約をレラなしで特例で個人的に個人として得るっていうことを目標を置いたんですね。それをやるときに、やっぱすごい、なんていうのかな、考えて準備していくんですよ。で、こういうふうに落としどころを決めると。必ず話をまとめてきます。覇気を持って交渉の達人になってます。まとまんない中ブラニーのペンディングされるつながりなんていらないんですよ。やるかやんないか、やってもらえるのかどうかっていうことが、イエスとはノーが全てだと思うんで、落としどころを決めて必ず帰ってくるってやってます。それが成果だと思ってます。交渉人の非常に重要な価値があること、そこから劇的に人生変わってきます。はい、この交渉の達人になる、今は全部格論は言えませんけど、どうだな、具体的に言うと、相手のメリット、そしてやる気を伝える、そして、結局交渉っていうのは相手にメリットがないと成立しないんで、相手のメリットとこっちのやる気っていうのが全てだと思う。その2本柱でいつも考える。